おはようございます。おはようございます。今日はですね、この赤松、久々に赤松、はい、畳み込み この時期に畳み込みができるなんて、はい、できました。時期的には私、今時期が好きなんですね、はい、あの赤松は11月以降になってくるともう硬くなってきて、うん、もうポキポキ折れるんで、11月以降はあの厳しい仕事しない。代わりにこの時期は割とこう粘っこくて、まあ、仮に割れても何でしたっけ、樹液じゃなくて松ヤニ、そうそう、ヤニが吹くっていうんですけど、ヤニが逆にその割れたところを塞いでくれるというのもあって、この時期やるようにしてます。はい、はい、でまず全然構想ノープラン、これはお祭りで買った、はい、800円、800円ですね。一応一般的には冬って言われているますよね。言われてますよね。松はですね、畳むっていうか曲げるの、曲げるの心拍とかもそうですよね。小学は赤だけは経験上ですね。6月、曲げると、曲げる過去に何度もやってますけど全然、傷まないと、うん、いうことですね。まあ、そういうふうに言われてきて、やって経験上問題なかったと、うん、で逆に11月以降は折れると、折れやすいということですね。まあ、水吸ってるから、うん、ね、そうですねって感じですよね。そうですね。で黒松がこの時期かどうかは分からないです。やったことないんで、はい、皆さんのご意見をコメント欄に、はい、で、はい、俺はこうしてるとかね、はいはい、あると思いますんで。それでノープランなんですけど、まあ、これを買ったのは、まあ、この辺の曲がりが面白いんで、まさしく6月頃に曲げてどんな風になるかなということで、まあ、畳み込みシリーズも心拍やってご用意やったんで、はい、赤松もちょっとやったろうかという話ですね、はいはい。まあ、半分ぐらいの大きさにねできればいいかなっていうイメージは、うん、今そこだけですね。でやりながらどこをどう曲げるかを考えていこうと、はい、正面も2つあって、まあ、1つはこういう正面もあるし、あとはこういう正面もあって、でこちらを正面にするんだったらこのダランっていうところをこれで少し隠したいかなと、うん、ただここの見せ場はここと、それからここと、あとここと、うん、そこを畳みたいんですけど、この距離とこの距離が同じになっちゃうと面白くないんで、そうですね、うん、そうすると少し曲げながらこっちに出すとかね、これをギューッと同じにしないっていうね、そのやり方をしたいと思います。ちょっとね、葉っぱを少し整理しますね、はい、こんなにいらないんで、どんぐりじゃなくて、松ぼっくり今日言葉出てこないです、言葉が出てまだ疲れてる松ぼっくりも、まあ多分栄養素取っちゃうんでしょうけど、まあおしゃれでちょっとつけていきたいというで、こういうのはね少し切ってっちゃいます。元気だったらこれ目切りするんで、この辺の去年の葉っぱを取っとかないと、うん、今度この2番目が出てこないんで、ちょっと長いところだけ半分ぐらいまで切っちゃって、ちょっと枝を少し見せようかなと、はい、この辺も多いですね。これは見やすいかな、まあ、半分ぐらい数を減らす、うん、そうですね。それぐらい、これぐらいの葉っぱが残ってれば見切りした時に芽が出てくるんで。見切りするんですか。どうしようか分かんないですね。こんだけちょっと今畳もう、ね、やったからね、やんないかもしれないですね、うん、いろいろと言えないお話をいっぱいそうです、ね、した後で、はい、とりあえず懐のですね、いらない葉っぱを取ったというところですね。今度ちょっと剪定をですね、していきたいと思います。やっぱここ枝がいっぱいありますね。まあこれは一つ一個と残しておきますね。離れたところにあるんで、これかこれを取りたいなっていうんですけど、とりあえずこれ重なっちゃうんで、でこっちも芽がしっかりしてますから、これは私はこっちを取っちゃうと、はい。これはこう上に来るんでね、これはね逆向きにこっち向いちゃってるんで、ここもいっぱいあるんでね、これはこう取っちゃいます。あとこれか、これもあれだな、この枝とこの枝が元気なんで、あとの2つをちっちゃい芽を取っちゃうと、はい、あの植え松とかだったらね小さい芽を残しておくってあるんですけど、芽切りをするんで芽の元気な方を残す、これはもう芽がね、あの危ない、芽切りするんですか。芽切り前提になっちゃってるか、ちょっと芽切り考えましょう。これはねちょっと枝弱ってるんで、これも切っちゃいますね、はい。あと下行きましょう。下行ってこれも弱いですね。これを切る。どっちを残しておくか。とこの芽が弱いかな。はい。ちょっと本当離れちゃってるんですけどね。ここ寄せるとして。あ、でも変わんないか。あ、変わんないんだったらこれとこれを近いんでこうくっつけたいんで、これを切ると。またそうですね、はい、じゃあ大体これでいけましたね。はい、これはねちょっとずれてます、
あ、ちょっと、はい、これはちょっと抜いちゃうと寂しいんで、そうですね、はい、あの、わかんないです、結果的にちょっ と切るようになるかもしれないですけど、枝がどう配置するか全く予想つかないんで、はい、ラフィアはこんな風に水につけといてですね、で私はさらに、気がつくと結構広げます、こういうやつ、こういう風に広げて、その方が、巻くときに非常に広範囲で巻けるんで、はい、で、5本から6本ぐらいですかね、こうやっていくんで、時計回転で、はい、はい、ラフィアも巻いてきます。巻くの大変そう。大変そうですね、邪魔だからね、これねやりづらいですね撮影もしにくいです、撮影もしにくいですね、ギュッと全然見えない、全然見えないですか、どこからどことにかくきつく巻いていくって感じで、そうですね、もうバレないように養成技術ですね。でコツとかあったりしますか。あ、だから一周一周引っ張るってことですね、ギュギュギュ引っ張る、うん、引っ張ってもう固く、できるだけ固く、うん、はい、隙間が生まれないように、うん、そうですね、やりづらそうです、やりづらい、通らない、この辺までかな。そうです、いや、もうちょっと上のくらいまで、ここも畳みますもんね、針金巻くのより大変かもしれないです。ファイヤー巻くのはなかったですからね、畳み込みでは。そうですね、なかったらこの分時間かかって、これがないと割れちゃう。それは赤松だからなのか、うん、大きい木だからなのか。赤松だからっていうのは一番でしょうね。もともと曲げやすい、この時期曲げやすいって言ってもやっぱり赤松割れやすいんで、金箔の皮はそんな気にしなくていいですね。うん、そうですね、いいよ、終わりですかね。はい、はい、終わりました。予約書き終わりました。で、この後またあれですね、アルミ線ですね、2本ぐらい太いやつをかけて、はい、いきたいと思います。いけるかな、3.5、 3.5、 うん、ちょっと太いですけどね、やっぱアルミの方がいいんですかね。ね、やっぱりどこ曲げるか分かんないんでね、2本ぐらいちょっとかけたいと思います。はい、はい、ここは斜めにした方が刺しやすいですということですね。はい、針金かけやすいところでやります。ああ、これ曲げるかな。これ通していかなきゃいけないですよ、ここね。ああ、そっか、その間を。ああ、大変だ、これまた通していかなきゃいけない。大変だ、大変だ、こんな風にしないとできない、どうせんじゃできないですね、これ。できないですね、これはね、ここが大事なところですね、はい、ここはギュッと引っ張ってここに当てると、はい、曲げる部分の背中に。そうですね、これですね、一番大事な話ですね。じゃあ、これも長そうなんで、長そうです、こんなことでちょっとやってきますんで、こんな感じで皆さんも、はい、だからもうちょっと曲がってない木の方が楽かもしれない。楽ですねこれは大変です、はい、もう1本入れんのか。とりあえず1本終わりましたけど隙間なくですね、入れるんですけど、はい、大変です。もう1本入れましょう、うん、一番大事なとこはやっぱこことここですね、うん、でどっちかというとこれの先にかけた方がいいと思うんで、ここは重要なんで、前離してもって言ったんですけど、ここはやっぱり2本必要なんで1本先に、はい、はい、かけるようにします。はい、かけたんですけど相当かけづらくてですね、まあ、やるのは、びっちりかけると、はい、隙間がないようにですね、本来かけるべきだというところですね。で、まず一番最初に問題なのがやっぱりここの立ち上がりを少しでもこう曲げたいというところですね、はい、ここで曲げられれば理想ですね。鉄棒買ってこうグーッと曲げる方法もあるんですけど、一旦ちょっとこれで曲がるかどうかやってみたいと思います。はい、1個いいですか。はい、はい、枝はかけないですか。あとから多分かけれなくなりますよね。どうしようかな。そうですね、うん、かけときますか。かけときますか。かけときますか。じゃあ、そうですね、どこかけますか、まあ、これと。いやいや、かけるのは全部全部、というわけでちょっと待ちください。ちょっと待ちください。一応かけることを想定して、はい、ここ上開けてあります。なるほど、この枝にかけるとここのところも開いてますよね。この枝とこの枝をかけるつもりだったので、うん、少し上に上げて隙間をかけていると。はい、はい、一応考えてやってます。はい、
これね、でも結構やってると、ね、開けとけよかった、ね、そうですね、そうですね、毎回忘れちゃいますね、僕は。いや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 、はい。気持ちいいですね、風が爽やか。細かいのもかけ始めちゃってます。1.5 ミリいってますね。本当まで。ええ、あの、どうせならかけちゃうかなと。畳み込みは全部針金かけるってね。そうですよね。最初にやっとかないと。教わってますから、我々。私もね、教育受けてますけどね。受けてます。籠宮さん、はい。昨日お会いしましたよ。あ、そうですか。うん、はい、また行きますか。また行きますんで、楽しみにしてます。引いて取る。引きで取らせていただきました。はい、アップには耐えられない。そうですね。はい、以上ですね。はい、ということでお昼を食べてからパワーをつけていくということで、ランチタイム、ランチタイム。はい、じゃあ午後の部スタートになります。はい、それでここですね、ここを一回こう下に下げたいなと、こう背中にして、とりあえずはプライヤーでやってみますけど、ちょっと反対向きになりますけど、はい、短いか、ちょっと力が入らない、ダメですね、ダメ、うん、硬い。はい、鉄棒やりましょう。はい、鉄棒。オーストラリアからお客さんが、そうですね、視聴者さんが来て、バッチを上げたら大喜び、ね、これ意味を説明するの大変なんですよ、あの夜でも昼間って。夜でも昼間、そう、私が昼間だっていうことと、ね、昼間は、デイタイムが日本語の昼間だということを説明した上で、話が突然終わった。ですね、ここに、ここを起点にして折り曲げたいんで、ここになったってことですね。いっちゃうな、難しい、これ。これできるかな。これは銅線でないと切れてますね。あ、これは無理ですね、銅線じゃないとね。はい、少し下がりましたね。そうですね。はい、する人いるかな。ここがね、うん、そうですね、少し波打ったと思いますね。で、これで十分で、この先なんですね、問題はね。今度これをくっつけながら上に上げるっていう作業が、ここを閉じる、うん、そうですね、ここを閉じながら、これを閉じながらこう上に上げていきたいんですね。うん、これも導線じゃなきゃダメですね。うん、網線だと伸びちゃう。なんか割れた音は一回もしない。あ、そうじゃないですね。上に引っ張りながらですね。とりあえずでここを先曲げちゃいましょうか。結んどくか。盆栽給油手ぬぐいが買ってくれたんですね、この方は。はい、こう2つの方法があって、はい、こことここが揃うのが嫌なんですね、うん、同じように、うん、1つはこれを曲げてこっちに持ってくる方法と、もう一つはね、これを下げて、どっちだってほら足細に見えちゃうんで、うんうん、これを下げていってクロスさせる、はい、そうすると逆にこれはもっと上げてもいいかもしれない、うん、さっき下げちゃったんだけど、はい、これちょっとね、下げる方向でちょっとやってみますね、はい、これをこっちの方に引っ張りたいんですね、はい、はい、基本的にはもう曲げて引っ張って、まあそうですね、曲げたり引っ張ったりしながらってことなんですよね、うん、どうしてもこう戻っちゃうんでね、アルミ線とか、うん、またこんだけあんのかとかね、いろんな言われちゃった、ある。
あるんですって。でもありますよね。ありますよね。ある。生徒作品展の時の心沢園芸の お父さんの頃の赤松、はいはいはい、結構ぐちゃぐちゃのぐちゃぐちゃになってますよね。ありましたありました。あれはマドレーヌですよね。そうですよね。 ああいう木が自然にあるんだってことですよね。人間の手じゃ作れないっていうものを今作ろうとしてる。まあそうですね。ひるまさん今神に一歩近づこうとしてる。そうですね。そうそうそう。でそこにはほら芸術性もね必要になってきますからね。あまり納得がいってなさないという、ない感じですね。様子です。足元ですかね。そうですね。これが固まったけど足元が細いっていう気がします。そうですね。あとやっぱりここがギュッとね、ギュッとね、ここが密着すると足元の細い印象がなくなりそうな、うん、そうですね、うん、心拍の畳み込みもそうですけど足元も大事ですよね。そうですね。どうしても細く見えちゃうんでね。そうそうそう。幹と足元をくっつけるっていうのは、まあ共通かもしれないです ね。確かに。ああいいですね。なんかいい、うん、いいっていうか、うん、なんかちょっと解消、ちょっと、うん、やりたいことが あれ口デビュー。割れた。音なかったですね。音なかったですけど。あ、ここがばっくりいってますね。それはジャ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 ンだ。これはジャ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 ンですね。いきましたね。枯れてたのかな。なんかちょっと乾いた感じしてますね。うん、針金が当たってないですからね。っていうか確認してないしね、途中で。全然曲げるのに夢中で。曲げるのに夢中で。いきました、ばっくり。ばっくり割れました。トップ陣、トップ陣ペースですね。大丈夫そうな気がしますけどね。うん、だからこれがどうなるかって、ここまでやってどうなるかをまた紹介できればね、うん、枯れたとかね、枯れたとか、そうそうそう、枯れたとか、枯れたとか、枯れたとか、その枝は大丈夫ですもんね。まあこっちはね生きてるんでね、うん、上も別に枝には変わんなそうな気するけど、うんうんうん、僕もちょっと大きめの心拍を、ちょっと前に畳んだやつを、パッキーってもっと半分ぐらい割れましたけど、全然1本も枯れなかったですね。あ、そうですね。半分生きてればね、なんとかなるっていう。なんで確認しなかったんだろうっていう気がします。カットパスタで蓋をした感じ。あ、そうですね。カットパスタで蓋をして、やっぱり焼け空気に触れさせないっていうことですね、うんうん、まあで開いたところはまたこういうところも開いてるんで、だいぶ、はいはい、だいぶ開きました。だいぶ開きましたね。で、孤立に曲げると。ね、だからこれは今度この上にここに乗っかっていきたいですね。これをここら辺に、うん、ここまで割れてんのにやるってことですね。そうですね。これが落ちてきた時にここにぶつかるんですね。でここはこの割れてる手前なんで、もしかしたら唯一生きる枝なんですけど、はい、これがいずれにも邪魔なんで、ちょっと下の方に下ろしておくと、間延びした枝も畳み込んで、うん、そうですね。もっとね、ギュッとやりたいんだけど、ここをギュッとできないところがちょっと心拍とかと違うところですね。ギューってやりたいけどグーッとできないっていう。グーとかギューとか、ギューってやりたいは分かったんですけど、グーッとできないがよく分からなかった。グーッとできたじゃないですか。まあグーッとね、この辺は。しかもこれ翻訳つけれないんですよ。擬音って日本語だけだから。グーとかギューとか。赤松がどれぐらいで折れるかっていうのを折ってみないと分かんないですもんね。ここはやるしかないですよね。まあ、だから経験が大事ですよね、うん、大事ですね。だからみんな折った方がいいんですね。そう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 、折らないと分かんないですもんね。うん、いや僕結構だから折ってきてるかな。折ってきてますね。結構折ってきてる。結構折ってきてますね。意外と大丈夫ですよね。意外と大丈夫ですね。折れた、一回折れたぐらいじゃ枯れないですもんね。うん、そう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 、心配してね。そうそうそう、なんか枯れる覚悟でっていうのもね、うん、よくね言いますよね。ただできたらすごいいいものが、うんうんうん、なんだこれ辺がこう裏枝でできてきてるんじゃないですか、うん、これもなんか畳み込みのやっぱりあそ
こでやったことが生きてきているような気がしますね。ちなみに幹からこう曲げていって、うん、枝のことは後で考えるって、うん、そうですね、言ってますよね、うん、だけど今枝がいいところに配置されたんですよね、うん、偶然にもね。これはもう少しですね、ずっとたどり組んでいくんで縛りますね、うん、こっちが頭になるのかな。いや、とりあえず今ここは頭で考えてますけどね、はい、じゃあそれは上げとこうですね。そうですね、うん、面白くなってきた。ここを曲げる、うん、ここ さっきの話だと、うん、さっきこれ頭かもって言ったんで、それをヒントにそっちは頭っていうのも一つあります。あるかな。ただまあこれが、まあ、天神とかね心拍だったらやるんですけど、と今のところここ正面で、うん、ちょっと頭前で過ぎちゃってるんで、ね、ちょっとこれをどんだけ畳めるかっていうところですね。はい、選択肢が1個増えた。まあ増えた、どっちにもいけますよ。そうアカマツって細さが売りじゃないですか。あ、そうですね、いいんじゃないですか、こういうのもあるようで。これだったら太らせた方がいい。ああ、気もしますよ、ね、そうですね、うん、そうですね、それはいいんですか、太らせるアカマツ。太らせるアカマツっていうのも ね、うん、見たことないから見たい。そうですね、結構まあ太いのもありますけどね、うん、私もでもなるべく細さを保とうとするじゃないですか、うん、アカマツって基本、うん、曲げはだいたい終わりで、あとはちょっと動画的にちょっと葉っぱを切ってですね、はい、見たいと思いますね。新芽ぐらいの長さに揃える。そうですね、少し短くしてっていう感じですかね。はい、芽切りを考えたらやんない方がいいです。はい、はい、動画的にっていう。芽切りするんですか。え、そっか、ずっとその話になってますね。最初からね、最初からその話になって様子見てですね、まずだって生きるかどうかですからね、さっきのね一箇所が。まあ、最初に針金かけておいてよかったってことですね。そうですね、ちょっとじゃあこんな感じでどうでしょう。どこだろう、正面はここら辺かな、うん、ここら辺正面でやったのがですね、やっぱりここの幹を下げたってことで、うん、これだけ畳み込むと上がぐちゃぐちゃっとなっちゃうんですね、はい、これを太らせてくっつけるつもりはないんですけど、うん、とりあえずこう下に下ろして全体をこう太く見せるというか、うん、細幹を隠すというかね、隠すというかね、ごまかすんですよね、うん、ここね、という形でこの後ろ枝のこう下ろしてきたところができてきたよというところですね、うん、今は、まあ、流れはこっちですから、一応これは差し枝としてこっちをこう小さく畳み込んだんですけど、本来なくてもいいかなっていう感じもします。確かに、うん、何でも右も左もね、1の枝2の枝ってこうなくてもいいんで、うん、まあ、裏枝はねこれ大事ですけど、っていうのはね、もう少しせっかくこの畳み込んだこういうところとかこういうところとか生かしきれてないんで、うん、そういう意味ではお行儀よく作っちゃってるんで、まあ、将来これってのもあるかなって。はい、うん、取ってもいいかもしれないですね、うん、はい、ということで、ちょっと小さく作る赤松です。ということで以上取り組みのですね、まあ、赤松はこの時期こういうこともできちゃう、できちゃうってことですね、いいじゃないですかね、うん、夏の畳み込み、夏の赤松ならできそう、まあ、割れましたけどね、うん、割れましたけど、ちょっとここはまた結果ご報告という形で、はい、場合によっては全部なくなっちゃってこれ一本で作るかもしれない、うん、ということで、ぜひチャレンジしてみてください。あっという間に、あっという間です。これなんか編み物編むみたいな感じですよね。 あれ私手芸クラブだって言いましたっけ。聞いてないです小学校の時、小学校の時手芸クラブで、小学校始まって以来、うん、うん、友達と二人で、あれ何が始まって以来、あ、違うとこかけちゃった。僕ね、違うちょっと気になってましたよ。風のかけやすいなと思った。違う、ここだ。いや、小学校始まって以来の男性の手芸クラブ。手芸クラブとか女性がやる編み物とかやるから、うん、だって女の子目当てですよね。あ、そうそれで材料費とかかかるんですけどね、はい、友達と二人で手芸クラブなるわけないから帰ってみようよっつって、ひろあくん手芸クラブですって言われて、そんな発表がある、発表があるんです一人一人発表があって、大太郎くん野球部、
好きな子がいたんですか。あ、違う違う、冗談じゃ、本当に冗談で。冗談なるわけないからって、手芸クラブ。なるわけないことないですよ。募集希望出してるわけですから。まあそうなんですけど、男がなるわけないよなっつって、先生困らせるつもりで、言ってみようって言ったら自分が困っちゃった。よかったですね、友達って。うん、いやだから そうだから常に教室の端っこ2人男いつも端っこで恥ずかしそうにしてやってましたよ。細編みとかやったんですね。クロスステッチってなんですね。ということでしばらく、はい、お待ちください。